こんにちは、かよです。今日は鎮静系のスキンケア総まとめ編を紹介したいと思います。8月24日から9月4日まで9点メガ割が開催されていますので、ぜひご購入の参考となれば嬉しいです。では早速始めていきます。まずは化粧水です。アヌアドクダミトナーです。お肌トラブルの時の化粧水といったら、こちらのアヌアのドクダミトナーは絶対に欠かせないアイテムです。主成分ドクダミ 77% となり、肌荒れケアをしながらお肌に潤いを与えてくれる化粧水です。またノンコメドジェニック認証も受けているため、ニキビ肌さんも安心して使っていただけます。テクスチャーはシャバシャバ系の水タイプです。とろみ感もほぼなく、さっぱりとお肌のキメを整えてくれます。香りも一切ありません。ドクダミ系のスキンケアいろいろと出ているんですけれども、中でもこちらのアヌアのドクダミトナーは香りも全くなく、癖のない使用感となりますので、どんなお肌タイプの方でも負担なく使っていただけるかなと思います。韓国では小中学生の思春期ニキビで悩むお子様の韓国ママたちから、こちらの同じシリーズのパッドやトナーが絶大な人気があり、炎症ニキビの鎮静に効果があると話題です。個人的には同じシリーズのパックも大好きで、いつも目代わりの時に大量にストック買いしているんですけれども、特に紫外線を浴びてしまったなという時や肌荒れがひどい時などに、集中鎮静スペシャルケアとしてこちらのパックを使うことが多いです。密着力も良く、エッセンスも大量に入っていて、お肌の温度をスッと下げてくれる感じがありますので、パックもお得な時にストック買いしといて間違いないアイテムかなと思います。続いてこちら、プリメラオーガニアンスウォータリーエッセンスです。こちらはチリング成分と呼ばれるカワラヨモギ、低分子ヒアルロン酸、ドクダミ、黄金などが含まれており、トラブルケア、水分補給、皮脂調節、バリア機能強化などの効果が期待できるトナーです。こちらは美容液化粧水というカテゴリーになり、さっぱりとした化粧水のような使用感なんですけれども、効果は栄養感たっぷりの美容液のようにお肌の調子を整えてくれるアイテムです。テクスチャーはシャバシャバの水タイプです。洗顔後一番最初に拭き取り化粧水のように使っていきます。さっぱりしているので何度か重ねて使ったり、コットンパックしてあげるのがおすすめです。香りは若干ヨモギのような薬草系の香りがほんのりとあります。こちら特にお肌が荒れている時や揺らいでる時に使ってあげると、お肌の調子が早く整ってくれるのを実感できたアイテムでした。かなりさっぱりとしたテクスチャーになりますので、混合肌さんやニキビ肌さんの方などに特におすすめで、乾燥肌さんの方が使う時にはこちらの後にしっかりと保湿をしてあげるのをおすすめします。先ほどのアヌアのドクダミトナーと同様にシャバシャバしたテクスチャーとなりますので、重ね使いしてあげたり、コットンパックで集中鎮静用として使ってあげるのもおすすめです。続いて美容液です。エストラ A シカ365トラブルアート鎮静セラムです。こちらは荒れた肌のトラブルケアと色素沈着ケアが同時にできる美容液です。独自成分であるシカ BPM 79%、 ナイアシンアミド 2% が配合されており、荒れたお肌を健康な状態に整えながら赤みや色素沈着ケアができます。テクスチャーはさっぱりしたとろみがあり、水分感をたっぷりと感じるタイプです。お肌にスッとなじみ、ベタつき、ペタペタ感、重たさが一切ないです。香りも全くありません。エストラといえばアトバリア365シリーズも大好きなんですけれども、こちらのエーシカシリーズも本当に間違いないシリーズです。前回の目代わり買うべきでも同じシリーズのパッドを紹介させていただいたんですけれども、エーシカシリーズだったら特にこちらのパッドと美容液がおすすめとなり、肌荒れ時のトラブルケアとしてはもちろんなんですけれども、デイリーの予防としてもすごく使いやすいアイテムかなと思います。続いてこちら、 B プレーンシカテロルアンプルです。こちらは B プレーンの代表美容液であるシカフルアンプルの2世代目より、5倍も高濃縮されたシカが配合されており、10分間で約2倍の鎮静効果があると話題のアイテムです。シカテロルとはフィトステロというプロビタミン D 類似成分から抽出した鎮静のコア成分のことで、 B プレーンが韓国国内初でコスメに適用させました。テクスチャーはかなり濃厚なとろみタイプです。少し糸を引くようなテクスチャーとなり、なじませるとスルッと浸透して、その後ペタつきやベタベタ感などは一切ありません。香りはハーブのような少し香ばしい系の香りとなります。こちら既存のシカアンプルよりももっちりとした使用感で、水分感もありますので、鎮静と保湿を同時にしたいという方にぜひ使っていただきたいアイテムです。先日チェジュ島の旅行に行った時に、朝から晩まで日に当たっていたんですけれども、旅行中こちらを持って行って、朝晩集中鎮静スキンケア
アとしてたっぷりとこちらを使ってあげることでお肌トラブルもなくしっかりとケアすることができました。続いてこちらファネルシカマヌ92セラムです。こちらツボクサエキスとマヌカハニーエキスを含むシカマヌバイオーム 47.4% パネルディフェンス 14000ppm スリープフェア 26523ppm 配合となり、敏感なお肌をケアしながらお肌のバリア機能をサポートする美容液です。テクスチャーはかなり濃厚なとろみタイプです。もっちりした使用感ですが、なじませるとサラッとしていて重たすぎる感じは全くないです。香りは漢方系のかなり濃いめのハーブのような香りです。最初使った時に私の人生美容液であるセリマックスのノニアンプルに少し雰囲気が似てるなという印象でした。ノニアンプルのように濃厚なテクスチャーではあるんですけれども、それよりもなじませた時には少しサラッとしているようなテクスチャーになります。ノニもかなり独特なハーブの香りなんですけれども、こちらのパネルの方はより漢方系っぽいハーブの香りです。こちらのパネルはクッションやボディミストなども使っているんですけれども、私のお肌には赤みや肌荒れ鎮静にもすごく効果があって、濃厚なテクスチャーですが結構さっぱりと使えましたので、かなりお気に入りの鎮静アンプルです。濃厚なテクスチャーやハーブ系の香りがお好きという方にぜひおすすめしたいアイテムです。続いてクリームです。メイクプレムインテカスージングクリームです。こちら韓国内でもかなり人気があって、オリーブヤングの上位ランキングなどにもいつもランクインしているアイテムです。インテカとはツボクサの革新成分に特許効法を加えた集中鎮静成分となります。こちらロケット鎮静というキャッチコピーの通り、何も塗っていないお肌に対してこちらのインテカクリームを塗ることで 2.9 倍の鎮静効果が期待できるという結果が出ています。テクスチャーはスルッとした水分クリームテクスチャーです。薄い保護膜を貼るようにお肌を保護してくれる感じがありながらも、水分クリームのようにみずみずしく馴染んで重たさやベタつきのないタイプです。わずかに原料臭っぽい香りがありますが、ほぼ気にならない程度かなと思います。こちらシカクリームや様々な鎮静クリームは保湿力が足りなかったという方にぜひ試していただきたいクリームです。敏感肌の私でも夜塗って朝まで突っ張ったりすることも全くなく、赤みや肌荒れが素早くスーッと落ち着いてくれるので、こちらすごく気に入っていて2本目を愛用しています。続いてこちらスキン&ラボトリシカバリアリリーフクリームです。こちら3秒鎮静クリームというキャッチコピーの通り、ダメージを受けたお肌を素早く鎮静してくれる水分クリームです。ドクダミエキス 29.3% ティーツリーエキス 25.7% ツボクサエキス 28.3% パンテノール、セラミド、そしてフレックスソームという特許技術の適用で、より早く効果的にお肌を鎮静するように開発されたアイテムです。テクスチャーはみずみずしい水分クリームタイプです。スッとお肌に馴染んでベタつきやペタペタ感もありません。香りは清涼感のあるハーブの香りです。こちら鎮静系のクリームではあるんですけれども、特許を取得したリンゴエキスとシリカ成分が配合されているため、油分や皮脂も同時にケアすることができます。こちらを4週間使用したことで皮脂量が 32.51% 減少したという結果が出ていました。塗った後はサラッとスベスベしたお肌になり、皮脂や油分なども抑えてくれながらしっかりとお肌の保湿や鎮静もできますので、肌荒れの時はもちろんのこと、夏の皮脂が気になる時のメイク前クリームとしてもすごく使いやすいアイテムです。続いて箱パックです。バイオヒールボシカブレミッシュアンプルスージングマスクです。こちらは先日の上半期ベストスキンケアで選ばせていただいたアイテムです。パンテノール 1% シカ成分 50% 配合で、敏感なお肌を鎮静しながらバリア機能をサポートする効果が期待できます。その他にズッキーニエキスや緑茶エキスなども配合されているため、朝のむくみケアにもぴったりのパックです。シートは薄付きの密着力のいいビーガンマスクです。エッセンスもたっぷりと染み込まれており、長ガラマスクでも落ちたりずれたりすることもないです。香りも一切ありません。こちらのお気に入りポイントは、まず香りがないという点と、シカやパンテノール成分でしっかりと保湿や鎮静も同時にでき、シートの素材もすごく良かったという点です。鎮静系パックではあるんですけれども、しっかりと水分感もありますので、朝の忙しい時の水分ケアや紫外線やトラブルでお肌が敏感になった時のデイリーケアとしてもすごく使いやすいパックです。続いてこちらネイチャーリパブリックデイリーマスクアロエです。ネイチャーリパブリックの箱パックはシカ、ビタペア C、アロエと3種類試してみたんですけれども、中でもネイリパの箱パックで一番のお気に入りはこちらのアロエです。こちらはカリフォルニア産のアロエベラ、アラントイン、ベタインが配合されており、水分補給と鎮静ケアが同時にできるデイリー使いのシートパックです。テクスチャーは薄くしっかりと隙間なく密着する 100% テンセル生地です。内側にはピンセットが入っており、1枚1枚衛生的に取ることができます。水分感たっぷりのシートが
ピタッと密着し、ながらパックをしながらでもずれたり剥がれたりすることも全くないです。爽やかな清涼感のある香りが少しありますが、香りは弱めなので負担なく使っていただけるかなと思います。こちら朝メイク前に5分だけつけておくだけでも、お肌の内側からしっかりと水分補給ができて、日中のメイクのりがぐんと良くなるので、最近はメイク前に箱パックで水分チャージしてあげるのがルーティンとなっています。シートの密着力、エッセンスなど総合的に大満足のパックです。最後はこちら、アロマティカスージングアロエベラジェルです。こちら有機能アロエベラ 96%、 天然成分 99% 配合で、紫外線でダメージを受けてしまったお肌やトラブルで赤みのあるお顔や体などをひんやりと急速にクーリングしてくれるジェルです。テクスチャーはかなりみずみずしい緩めのジェルタイプです。冷蔵庫に入れていなくてもひんやり感を感じることができ、伸ばした後はジェル独特のペタペタ感が全くありません。香りもないです。ジェルって結構塗った後にペタペタしたりベタベタ感が残るもの多いかなと思うんですけれども、これはもはや本当にトロッとした水という感じで全くペタペタ感が残らないので、全身に負担なく使っていただくことができます。成分もものすごくシンプルで優しいので、赤ちゃんから大人までどんなシーンでも使っていただける、一つは絶対に持っていたい鎮静の必須アイテムかなと思います。ではここまでおすすめの鎮静スキンケア総まとめ編を紹介させていただきました。ドクダミ、ツボクサ、ティーツリー、シカなど様々な鎮静成分紹介させていただきましたが、それぞれテクスチャーや香りなども異なっていますので、ぜひお気に入りのアイテムが見つかる参考となれば嬉しいです。インスタでも動画のまとめや9点楽天お得情報などを随時発信しておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。